こんにちは。ダサいスモールパッセンジャーの取り付け方を教えるね。こんにちは。今日のドライブをお楽しみください。スモールパッセンジャーを車のアクセサリーソケットに接続したら、スモールパッセンジャーが置ける場所を探してね。ダッシュボードにマジックテープで貼り付けてもいいし、グローブボックスの中に入れたらより静かなサウンドを楽しめるよ。スモールパッセンジャーは音量調節が可能なの。上の蓋を外してプラスまたはマイナスのボタンを押して音量を調節してみてね。なんとスモールパッセンジャーに収録されているサウンドファイルを自分の好きなものに差し替えることもできるよ。付属の USB ケーブルでスモールパッセンジャーをパソコンに接続して好きな MP3 ファイルをスモールパッセンジャーにコピーするだけ。以上です。ダサイを応援してくださりありがとうございます。スモールパッセンジャー、エンジョイしてくださいね。